はい、パーソナルトレーナーのゆうじです。今日はお腹に体脂肪がつく人の3つの癖ということで、まあ、お腹の体脂肪ね、やっぱり気になると思うんですけれども、お腹の部分に体脂肪がつきやすい人っていうのは3つにね、ちょっと共通するね、3つの癖というものがやっぱあるんですね。まあここね、やっぱりいろんな人をね、お客さんをいろんな人を見てる中で、まあそういうことを思ってきたんですけども、そこをね、3つちょっと紹介していきたいと思います。まず1つ目は足が少ない。足が短いじゃないですか。足が短いだったら、まあ僕も当てはまっちゃいますが、足が少ないというのは、まあ一つには、足のトレーニング量が少ないということ。トレーニング量というのは回数とかでもあるんですけれども、まあ、週に何回やるかともあると思いますが、足のトレーニングをやるときの重さもありますね。で、その時のセット数もありますね。そこはやっぱり十分やっていく必要があるということ。もちろんね、そのトレーニングどうこうもあるんですけれども、実際はトレーニングというのはやってもね、足のトレーニングは週1回もしくは2回ぐらいしかないわけです。で、そこの問題だけではなく、やはりどれだけ日常的に足を使っているかですね。よく階段を歩く、よく歩く、単純にね、しっかり毎日歩くかどうか。駅まで歩くかどうかもあるし、仕事中歩くかどうか、その辺のやっぱり足の使い方もありますね。すぐにエレベーター、エスカレートを使わないで、やっぱり階段を使うかどうかという、この足を使うかどうかで、やっぱりお腹の体脂肪っていうのは全然変わってくるんですね。お腹を引き締めたいからといって、腹筋運動だけをやっても何も変わらなくて、やはり大きなエネルギーを消費する足をやっぱりいっぱい使わなければいけないんですね。まあ、それはやっぱりジムの中でのトレーニングもあるんですけれども、ジムの中だけじゃなくて、24時間を通して自分がどれだけエネルギーを使ったかになってきますから、やはりね、大きな筋肉をたくさん使う足を使うということで、ここのところをやっぱり日常的にたくさん使うことがお腹の体脂肪を落として引き締めるということにすごく役立ってきますので、普段ね、車移動ばっかりずっとしてて週1回か2回だけ足やってますよっていうんだと、やっぱりこれは少なくなってくるということですね。その合間のところもね、いかに足を使っているか、日常的に足を使っているかということで、お腹の方に影響し、お腹のサイズに影響してくるということです。これね、結構やっぱり大切なんですけど、なかなか実行できてない人も多いのかなと思います。で、二つ目というのが、お腹の姿勢です。まあ、お腹の姿勢ってどういうことかというと、結構癖がある人がいるんですね。その姿勢に対して癖がある人がいて、通常ね、いい姿勢というのは、ちょっとこう今、狭いですけれども、お腹を、ね、締めて持ち上げる。締めて持ち上げるって、この感じが欲しいんですね。ギュッと締めて持ち上げる。お腹が、これをね、通常これを、締めてちょっと持ち上げる。まあそんなに力入れなくてもいいんですけど、なんとなく締めてグッとこう持ち上げるという感じのところをやってほしいんですけれども、これが全然顔映ってませんが、これがね、こうグッとこういう姿勢の人、なんとなくこう力抜けちゃう、なんとなく力抜けちゃう、なんかこの肩とか背中を回るとまたちょっと違って、このお腹と肋骨の部分ですね、ここがね、この状態じゃなくてグッとこの状態立っちゃう。これ言うとグッとこの状態立っちゃう。肋骨がちょっと落ちちゃうんですね。で、その状態の人って、やっぱりね、お腹に長時間と体脂肪溜まりやすい人多いです。実際ね、僕の知人でも、そういう姿勢がどうしてもなると、トレーニングを結構日常的にやっていて、他のところがね、すごい太ってるって感じじゃないんですけれども、お腹のところだけどうしても 体脂肪が残ってて、体脂肪率が 10% を切るぐらいまでいったのにお腹が割れなかったっていう不思議なことが起きた人がいるんですけど、それね、やっぱり結構姿勢なんで、姿勢がクッとこう肋骨が落ちてる。あそこはやっぱり締めて持ち上げなきゃいけないということですね。今はまあ僕の身の回りにはこのフィットネスビキニとかフィジークとかで大会出てる人が多いですけど、その辺の人たちがすごく気にしてるのは、やっぱりウエストの細さなんですね。ウエストが細い方がその競技としてはいいわけであって、その人たちが気にしてるのは、やっぱり日常的に締めて持ち上げるのをずっと意識してるんですね。常に締め続けて、この外に向かっての圧力を日常的にもう作らないというところをすごくやってるんですね。特に、座り仕事の人の場合、座ってると圧力でぐーっと出てしまいますから、今の肋骨が落ちた状態で、かつ外に圧力がかかっている状態が、何時間にもなってくるわけです。毎日何時間、8時間、9時間になってくるわけですね。で、それが多いと、やっぱりそこ、お腹はやっぱり体脂肪を溜め込みやすいです。正直言ってやっぱり溜め込みやすいです。だから、締めて持ち上げるという姿勢でいつも歩いていくね。仕事の時はもうしょうがないかもしれないですけど、まあその時でも時々締めて持ち上げた状態でちょっとやっていくとか、歩く時、ね、歩く時は立ってる時はもうとにかく締めて持ち上げて、足の裏から頭のてっぺんまでをピーンと引っ張った糸でね、こう、人形をこう上から引っ張ったような、そのぐらいの姿勢で常にいる方がお腹を引き締めた状態、やっぱり保ちやすいです。ここのところはね、本当に日常気をつけてほしくて、なかなかね、この肋骨が落ちる癖がある人って、まあ、それがなかなかできないできないって言うんですけど、
これやっぱりできるようになるまで癖をつけなきゃいけないと思うんですね。で、正直その癖ね、しっかり締めて持ち上げ続ける、正しい姿勢のままで、い続けられるような癖を、そういういい方の癖をつけるというのは、やっぱりね、そんな簡単ではないと思います。時間かかると思います。やっぱりね、半年、一年かかるかなと思いますが、ただ、ね、たった半年、一年で、人生こっから次、ずっとこの綺麗な姿勢を保てるんであれば、まあ、そのぐらいやっぱり頑張った方がいいかなと思いますね。なので、そのね、日々、日常的にこの締めて持ち上げる、それで歩く、立ってるということをちょっとね、すごい気にしてほしいんですね。これ結構ね、いわゆるトレーニングとかフィットネスは全然別なことなんですけど、すごく重要なので、ちょっと本当におすすめします。で、3つ目というのが、ご褒美あげすぎの癖なんでしょうね、これね。これ、まあよくあるのが、まあお酒ですね。夜ね、一日今日よく頑張ったから一杯飲もう、ご褒美だみたいな、このご褒美ね、ちょっと上げすぎですね。どうしてもね、その一日の終わりにそのご褒美をあげたくなってしまうわけですけど、まあもちろんね、お酒がいいか悪いかって言ったら、まあいいことはね、体を作る上では何もないですね。コミュニケーション取るにはいいですけど、体を引き締めて筋肉つける上ではまあ何もいいことはないわけであって、このご褒美ね、まあ食べ物もそうです。甘いものとかも、一日頑張ったから今日すごい疲れたから食べようっていう人もいますけど、ご褒美を一日に一回ごとにあげるのはちょっとやっぱり頻度が高すぎるということですね。もうね、実際体がしっかり、自分がね、理想の体がね、できるかどうか、ある程度の目標とかまでいくかどうかっていうのは、半年、一年という単位なので、もしくはね、ずーっと一生通したことなんで、あんまりもう一日ごとにもう、ご褒美をあげないでほしいということです。まあ、そうは言ってもね、いろいろ人の付き合いとか家族のとの食事とかもいろいろあると思うんで、もうその一番短いスパンとしても週に1回かなと思いますね。ご褒美あげるのは短いスパンとして週に1回が限度かなと僕は思ってます。自分がね、お腹を割れるほど引き締めていい体を保ちたいと思ったらですよ。そこね、自分がご褒美あげるレベルですね、1日に1回ってもうこの辺です、この辺。それをやっぱりもっと上のレベルにして、自分がもっと頑張ったら、すごくハードとかどうとかじゃなくて、自分がきちんと結果を出してたらあげればいいですし、もうちょっと長いスパンで考えてやっぱりご褒美あげないと、どうしてもそれが一回一回邪魔になってしまうので、特にお酒はね、やっぱりお腹周りの脂肪をすごくつけやすいです。なのでね、このご褒美あげる感覚というのはちょっとね、すごく伸ばしてほしい。一日ごとに切らないで、せめて一週間に一回で切ってほしいということ。まあ、今日言ったね、この三つの癖ね、やっぱり足を頻繁に使う、お腹を締めたこの姿勢をずっとキープする、そのご褒美をあげる癖ね、そのスパンを少し長くする、この三つをやっていくだけで結構変わってくると思います。トレーニングの中身がハードかどうかとか、それとは別に、このトレーニング以外の時間のところですね。ここでいかに自分がそのお腹を引き締めるためのことをできているかどうか。これ結構やっぱり大切ですね。トレーニングはね、やっても1日1時間しかありませんから、それ以外のね、何時間、10時間というところで何ができるかということの方が結構ね、体の引き締めを左右してきますので、ここの部分のね、考えをちょっと改めて、まだまだお腹が緩いなという人はちょっと、試してみてほしいと思います。すべての今のことが、ね、足をしっかり使うこと、お腹を引き締めることで姿勢を、お腹を引き締めて姿勢を保つことというのも、そんな1日や2日でできることはないですね。やっぱりこの半年1年頑張ってみてになると思います。それをちびちびやっていけるかどうか、このちびちびやっていけるこの努力ができる人というのが、そういうものを手に入れられると思いますので、そこをね、持続的に、ね、頑張ってほしいと思います。それが達成できた時の報告もまた楽しみにしております。はい、パーソナルトレーナーゆうでした。